はい、えー、こんにちは。レトスのおのです。6月18日の3問に入っていきます。A は第三者 C の詐欺により、A 所有の土地を B に売却し、B は全有価質の D に売却をし、移転登記もなされた。その後詐欺を原因として AB 間の売買契約が取り消された場合、A は D に所有権を主張できる。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 で答えはこれ丸ですね。詐欺による取り消しは取り消し前の善意無過失の第三者には対抗できません。で、本詞っていうのは第三者 C が善意有過失っていう状況なんですね。問題文を振り返ると C さんが A さんを騙してで A さんは騙されてこの土地を B さんに売っちゃったと。で B さんはその土地を D さんに転売した。D さんは詐欺の事実を知らなかったけれどもそれに対して落ち度があった。 有価質は落ち度があったっていう状況で、すねで D さんが善意無価質であれば A さんに対して所有権主張できるんですけども、今回、有価質なので D さんは A さんに対して所有権主張できないんですね。逆を言えば D さんが有価質だから A さんは D さんに対してこの土地は自分のもんだっていうふうに主張できるんですよ。なので、今回の問題文 A は D に所有権を主張できるっていうのは丸になるということなんですね。 でそしてこの問題なんですけども、解説をそのまま覚える方、いるんですね、この解説っていうのは、詐欺による取り消しは、取り消し前の善意無可欠の第三者には対抗できないと、このルールをそのまま丸暗記する方、いるんですけれども、それだとですね、すぐ忘れちゃって、実力ってつかないんですね、きちんと理解することが重要なんですよ。で、今回、特別にどのように理解をするのかっていうところをお伝えいたします。 まず A さんについては詐欺を受けているからかわいそうですよね。またそれを落ち度なく知らずに買って、その後取り消された場合、第三者 E さんもかわいそうですよね。今回 E さんにしいるのは、あの D さんっていうのはさっき善意有価質だったので、落ち度がある場合なんですよね。だから今回ちょっと別の事例で、落ち度がなくて知らない、つまり善意無価質の場合を考えてます。それが E さんだったということですね。なのでここが E さんになって、ここが善意無価質になるという事例です。 でそうすると、A と E、どちらがかわいそうかって考えるんですけども、A さんは詐欺を受けたものの、騙される側も多少悪いですよね。落ち度があるわけですよ。騙される方にも多少落ち度はあるわけですね。一方で、第三者 E さんっていうのは、善意無過失ということなので、全く落ち度なく知らない状況なんですよ。そう考えると、A さんは多少は落ち度がある。E さんは全く落ち度ない。じゃあ、どっち保護しますかって言われると、やはり、 無過失の E さんを保護するのがやっぱ妥当ですよね。だから過失なく何も知らない E さんを保護しましょう。っていう風なルールにしているわけです。これをまとめると、詐欺による取り消し前の第三者が善意無過失の場合、善意無過失の第三者、今の事例で言ったら E さんですよね、は保護されるんだ。つまり E さんは所有権を主張できるんだ。っていう風になるわけです。言い換えれば、この第三者 E が 悪意もしくは有価質の場合っていうのはこの第三者 E は保護されずに A さんが保護されるよっていうことになります、まあ、今回の問題文 D さんは有価質だったので保護されません A さんが保護されると詐欺を受けた A さんが保護されるっていうふうになるわけです、まあ、このようにやっぱり理解しながら学習すると勉強って楽しくなりますのでぜひですね理解しながら学習していきましょうそして短期講座ではこのように理解をしながら学習していきますので理解学習を実践したい そして、きちんと実力を上げて、今年絶対合格したいってい方は、短期講座ぜひご検討ください。え短期講座え、値上げまで残り2日となりましたので、その点もご注意いただければと思います。20日までは今の価格なんですけれども、21日になると値上げになりますので、その点ご注意ください。まだ今からでも間に合いますので、一緒に勉強して今年の合格目指しましょう。で、問いにですねえ、都道府県知事は、不正手段によって、宅検取引士資格を受けようとした者に対して、 その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか。これ記述問題になってるんですけども、実際の法試験ではマーク式なので、丸かバツかなんですね。ただ、この数字については覚えていただきたいので、まあ、今回記述式にしております。で、答えはこれ3年ですね。3年以内の期間を定めて受験を禁止することができます。え例えば、カンニングして見つかると。 いった場合3年間受験できなくなる可能性があるので気をつけてください5年っていうのは取引支の有効期間と免許の有効期間ですねまあ、このように比較して覚えるようにしましょうこれが効率的な勉強法ですで、問3ですね宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事が完了した場合造成主は都道府県知事の検査を受けなければならない丸かバツかという問題です 答えは丸ですね。造成主は宅地造成工事を始める前に知事からまず許可をもらいますでその工事が終わったら工事結果が技術的水準に適合しているかどうか知事の検査を受けますでその検査に合格すれば知事から検査済み証がもらえますで今回の問題はこの検査の部分ですね工事が終わったら知事の検査が必要です なので答えは丸だということですね。この流れ、えー、きっちり、えー、頭に入れておきましょう。流れが重要です。そして短期集中実力アップ講座の特徴はこちらの動画参考にしてみてください。他の通信講座や予備校と何が違うのか、どうして短期間で実力を上げることができるのか、そこまで解説しております。今年あなたに絶対合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強して私と一緒に今年の合格を喜びましょう。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。